器の品揃えも一流だね。表情が輝かしい。イザナちゃんのうちと比べてどう？いやいや、お父さんの作る武器はランターノで一番だからと言いたいけど、王都の鍛冶屋も負けてないよ。種類もいっぱいあるしね。前に来た時は見る余裕がなかったし、今度はゆっくり全部のお店回っちゃうんだ。そっか、騎士試験。うん、私落ちちゃったから。あの時はショックだったな。すごく落ち込んでたもんね。でもレスナちゃんのおかげで吹っ切れたんだ。あの時かけてくれた言葉のおかげでまた頑張ろうって思えたんだよ。え、どれのことだろう。私なんて言ったっけ。教えてあげない。教えてよ。ほーら、そんなことより今はお店を回ろうよ。はぐらかされてる。それにしてもやっぱ値段はちょっとお高めだよね。なかなか買えそうにないよ。何か欲しいものでもあったの？すぐにってわけじゃないけどね、今後のためにいろいろ準備しておきたくて。あらゆるものからレスナちゃんを守る騎士としてはね。イザナちゃん、頼りにしてるよ。